最近考えたのは、ビッカキンで2500ジェムを1枚確定で引くのがいいんじゃないかなって思ってる。俺もね、それね、同じことを考えてた。実はね、全く同じことを考えてました。いや、まあ確かに本当そうなんだよね。まあ、特にこれさ、最近来たさ、これがさ、マジで良くてさ、まあ、この動画撮ってる時点だと、この猿秋、来る冬の猿秋のオーダー、これがすごくいいよね。うん、シトロンナイトアリスが入ってんのが良くて、まあ、あとはあれだよね、バクツリ領域キリド。そう、俺ね、あのね、今その引くべきオーダーどれかっていう動画からそういえば撮ろうと思ってたんだ。ね、この君と一緒ならオーダー、これがなんか、おすすめはできるかな。これ一応直剣もっと入ってるけど、このね、君と一緒ならオーダーのこのキリトだね。これキリトが、まあ、直剣モッドで、そうそうそう、確定じゃないんだよ。でも確定じゃないんだけど、このね、星音確定枠で 16.250% なんだよ。で、こっちの猿秋来る冬オーダー見てみると、こっちの確定枠1枚が 4.5% とかなんだよ。まあ、4.750 もあるけど。で、4.500% を2、3回狙うのとさ、こっちさ、ステップ3まで行ってさ、このステップ3の確定枠まで行って、で、これで、その 16.250% を狙うのと、どっちの方がいいかって話で、2500ジェム3回で 4.5% 3回引くのと、16.250% 1回引くの、どっちがいいのっていう話で。まあ、どっちにしても結局外れるときは外れるんだけど、まあ、あとはその、なんだろうな、この確定枠以外の提供割合多分 4% だよね、全部。こっちもそうだし、こっちも 4.0% だと思うんで、星4の出やすさが、ほら、確定枠以外。だから、直剣だけなら6250だけど、産物が、副産物が2500。そうなんだよ。だから人による、もう本当に好みとしか言いようがない。こっちの場合は、その、直剣モッドだけじゃなくて、シトロンナイトアリスも入ってるから、これがいいんだよね。刻印で。で、ここでもしシトロンナイトアリスを引いておけば、あの、次のフィリアバースで、で、まあ、フィリア狙って、で、刻印2枚持ちできるじゃん。で、そしたら、あの、56層ストーリーのクリア報酬の縦アクセル、あの、キズメルのやつ使って、刻印連打しまくれるじゃん。なんか迷宮区行って。そしたら、その弱い人でもサポートとしてパーティーに参加できるようになると。まあ、ノラだとね、火力募集とかもね。あ、白熊シリカもいいね。白熊シリカもいいんだけど、俺、福袋で当たっちゃったから、まあ、俺は敬遠するんだけど、まあ、これすごくいいね。白熊シリカ。防御力も上がるから、まあ、直剣モッド使う場合でも、まあ、いいんだけど、そう、まあ、これもね、あの、無料かなんかで当たって、これも無料オーダーかなんかで当たって、だから俺結構ね、被りやすいかもしんないんだけど、まあ、最悪さ、これ、バイテスレディ勇気とか、これ、覚醒スキルじゃないけど、まあ、最悪これ、あの、ストーリーとかだと十分使えるわけだから、まあ、本当に始めたての人からしたら、まあ全然当たりといえば当たりだし、まあ外れではないよね。外れではないんだけど、まあ使いどころちょっと難しいっていうのがあるよね。そのキリトを1枚も装備してないなら、この残属性の弱点ダメージが、まあ上がるみたいなやつ。まあこれスタック削りとかもあるけど、こういうやつ、これもな、まあ、コネクトに入れるかって感じだよね、こういう攻撃強化4バフとか。そうだな、でもさ、本当の、本当に始めたての人は、所持スキルの枚数が少なすぎて、やっぱいろんな場面に対応できないっていうのがあるから、まあ、2500ジェムもいいんだけど、まあ、福袋もいいんじゃないかなっていうのはちょっと思ってるね。何が出るかわかんないけど。まあ、この2500ジェムの方は、まあ、狙いやすいっていうのが、あの、福袋よりは少し狙いやすいっていう感じで、
これどうなんだろう、あの大晦日系のオーダー。一応こっちでさまとめてるから、こっちで多分見た方がすぐスキル効果見れると思うんだけど、大晦日セレクションオーダーで八尾の鐘リーファー、どうなんだろうこれ。あのね、超上級者だとね、これね使ってめっちゃ高いダメージ出してる人もいるらしいんだけど、これは本当に難しい、あの使い方、なんかプレイヤースキルの要求が高い気がする。そのまあブレイクって2種類あって、そのスキルブレイクとブレイクゲージを増加させてって、あのゲージが満タンになるとブレイクされるパターン、スキルブレイクとそのブレイクゲージの2パターンあるんだけど、これ、そのボル系のジャッジメントって結構遅いんだよね、攻撃モーションが。ジャッジメント系あるかな、これ持ってたっけ、あこれか、これジャッジメントか、これがジャッジメントなんだけど結構遅めなんだよね。でジャッジメント系ってなんだろう、これブレイクゲージ33か、まあそこそこだよね。でこの連結分の、あの3回目、3連結目を当てると、まあ、攻撃力が7500上昇するってやつ。そうそうそう、初期覚醒リーファとかも。あ、ありがとうございます。YouTube 見てます。ありがとう。まあ、こういう、まあ、あとはね、このね、筋力増強バフもまあいいかなっていう感じはするけど、あのね、スキルブレイクだと、こう3連結目まで当てるのは多分間に合わないと思うんだよね。だから、まあ、ブレイクゲージがある敵に使うことになると思うけど、まあ、どのタイミングで打つか、そのブレイクゲージが満タンになる直前に打つとか、反響してるところ面白いです。ありがとうございます。まあ、ダルマ酔いもね、まあまあいいよね。非属性ダメージ上昇で、アスナ1枚装備時、アスナ1枚装備時がちょっと、まあきつい気はするけど、これも普通にいいとは思うね。覚醒だし、まあ、パーティーバフ、まあ、ギルランとかでも結構使えんじゃない、分からんけど。何小春、何小春8枚同じセット内で小春8枚はきつすぎるな。これはさすがにないな。引いた方がいいです。俺はあまりおすすめはしないかな、始めたばっかの人。ちょうど昨日ね、このね、招福開運キリトってやつのね、説明を書いたんだけど、このオーダーは、まあ一応ね、こういうね、スキルフルドキュメントキリトとかもあるんだけど、ちょっとおすすめしにくいね。まあパワフルパウンド、まあブレイクにも使えてとか、まあいろいろあるんだけど、あとは新春の香り、アルゴ。これもまあ、でもブレイク中にしか発動しない効果とかだったり、まあこのユージは、あ、これはまあまあ使えるけど、当たりかっていうと微妙だよね、始めたての人が引くんだったら。そうそうそう、大晦日はちょっと中級者向けな感じがするので微妙ですね。あとアクセルはもっと上級者向けな感じがするし、ワルキューレもまあ確定枠あるんだけど、新星4確定じゃないから、ワルキューレね、これのリーファが欲しいんだけど、その、まあ、カオスサスラやらないとしても、まあ、モブ狩りに使えるっていうのがあるから、最初は、サルアケだな、おすすめは。そうだね、最初これでいいんじゃない、今の期間は。まあ、福袋来たら、今日12月27日だから、まあ、正月まで待って、正月に福袋来たら、正月引くっていうのもいいね、その、あ、でもこれが12月31日までだから、ただ持ってるのが少ない前提だけど、そうだね。始めたての人は、これいいんじゃない？で、2番目にこれかな？君と一緒ならオーダー。まあ、どっちかだよね。どっちかっていうと、その直剣モッドのが欲しいみたいな感じだとこれだけど、でもこれはこれでリーファ2枚以上なんだよね、同じセット内でのキャラ指定要求が。そう考えると、まあ、猿秋来る冬のがいいのかもしんない。聖なる夜オーダーも、まあ、良さげな気はするけど、ホーリーホースとか、まあでも始めたての人が低いにはちょっとな、やっぱ直剣モッドとか欲しいだろうし、まあ、アクセル、ワルキューレが3番、始めたての人はだね。だってカオスアスラとか随分先の話だと思うから、
だから1番は猿秋来る冬で、2番目が君と一緒ならオーダー、3番目がワルキューレオーダーの順でおすすめかな。まあ、その次は、大晦日と聖なる夜だけど、大晦日の方言う、でも聖なる夜、俺聖なる夜欲しいんだよね、この、どれだろう。このね、ダークパイル、この、小春だね。小春の、このダークパイルっていう、バフ、スタックバフ、闇属性ダメージ増加するやつ。これなんか欲しいなって思ってて、まあ、バフなんだけど、自分にしかかかんないのか。これ欲しいよね、マジで欲しい。強いんだけど、始めたての人が引くのは、まあ、中上級者向けって感じはするね。なんかその一人で集会っていうか、まあ、野良パーティー行ったりとか、そういうところで使うものじゃないと思う。なんかその短期決戦には向かないから。そう、始めたての人は微妙だけど、めちゃくちゃ強くなってくると欲しくなる一枚だと思う。さっきの聖なる夜オーダーのこの小春さんね。あれ、小春さんもしかしてアクセルか？これアクセルスキル。あ、アクセルスキルだ、これ。なるほどね。アクセルだから、いい効果にして引かせたいみたいな感じなのかもしんない。カオスとかにさせる。まあ、カオス魔人とかね、まあ、直剣モッドが強いって聞きました。そうだね。今度のブラッケン。ああ、カオスブラッケン。ああ、そうだね。カオスブラッケンやるんだったらすごくいいね。そうだね。やっぱ順位的にはそうだよね。猿秋来る冬が1位、君と一緒ならオーダーが2位、3位がワルキューレオーダー、4位聖なる夜オーダー、5位大晦日セレクションオーダー。5位大晦日にするか。もう大晦日、まあでもそこら辺別に始めたての人多分ジェム余裕ないから1位2位3位の紹介だけでいいと思うんだけど、マジでスキレコないなら福袋よ。そうだね、本当にね、スキレコないんだったら、まあ、福袋着た時にね、引けばいいんじゃないかなって思います。まあ、一回5000ジェムかかるんで。で、今日12月27日なんで。まあ、正月来るのかな？でも、例年、正月は来てると思うんだよね、福袋が。だから、まあ、来るかわかんないけど、まあ、様子見たい人は。ただ、これがね、12月31日までなんで、この猿秋来る冬セレクションオーダーが。だから、そうだね。まあ、いいんじゃないかな。福袋、待っても。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。